エコノミック・ヌー・ジャパンのオーナーの K です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。いつもご視聴ありがとうございます。先日の動画でご紹介しました、小室圭さんのもう一つの疑惑についてお話ししていこうと思います。それは CIS 時代の疑惑ですが、小室圭さんを含む5人の方がある女性を退学にまで追い詰めたというのです。その中心人物が小室圭さんだと言われています。そこで本日は、 この疑惑の被害者の女性のインタビュー記事をご紹介しながら、その信憑性について、私なりの考察を交えてお話ししていきます。考察をしていく中で、コムロアレルギーの具体的な原因の一つにたどり着けたいように思います。最後までぜひご覧ください。エコノミックニュースジャパンでは、日本の旬な経済情報の中から、皆様のお役に立てる情報や面白い情報をピックアップしてお届けしていきます。通知が届くようにチャンネル登録をお願いいたします。 また私の動画は聞き流していただいても十分理解できる内容になっていますので、ラジオ感覚で聞いてください。これまで公室についての動画をいくつも配信させていただいております。再生リストのカードを表示しておりますので、今回の動画と合わせてご覧ください。それでは本編を始めていきます。穏やかな家族の団らんに突如異変が起きました。やめてチャンネルを変えて、 家族と共にテレビをを見ていたた。人の女性が血相を変えました2017年9月テレビでは連日秋篠宮家の長女眞子さまの婚約内定の話題を伝えていました平成時代の天皇の初孫として国民の多くがご成長を見守ってきた眞子さまですがその眞子さまのお相手小室圭さんは嫌がおうでも世間の注目を集めました眞子さまとは ICU 時代の同級生で湘南江ノ島海の王子にも選ばれたことのある高青年。メディアはこぞって小室さんをこうもてはやしました。婚約内定会見では眞子さまと小室さんがはにかみながら見つめ合う場面もありました。その様子に誰しもが爽やかなカップルの誕生を信じて疑いませんでした。ただ一人の女性を除いては、小室さんの笑顔がテレビ画面に映った途端、女性はパニック状態に陥りました。どうしたの 母親は心配して尋ねました。女性は声を絞り出し、こう訴えました。お母さん覚えていない学校に小室圭がいたの。私はこの人にずっといじめられていたの。奥様と小室圭さんの結婚問題が最終局面を迎えています。結婚延期の原因となった小室さんの母、カルさんの借金問題も、元婚約者が自身の代理人が契約者を務める週刊現代市場で今後一切返済を求めないと発表しました。 元婚約者が諦める形で決着を見せましたが、小室さん側は2019年1月に解決済みとする文書を公表したきりで沈黙を貫いたままです。そのため、2020年12月10日には西村康彦宮内庁長官が会見で説明する責任があると苦言を呈する異例の事態に発展しました。そんな最中の12月初旬に小室さんの過去に関わるある重要な証言がもたらされました。小室さんは 中学高校時代、他の男子生徒とともに、同級生の女子生徒に対して陰湿ないじめを行っていた。いじめを苦にした女子生徒は、高校1年生の終わりに退学に追い込まれた。これまで取り出されてきた借金問題では、一部が小室さんの学院などに当てられたとはいえ、あくまでも当事者は母親の佳ユさんでした。しかし、この証言が事実であれば、小室さん自身の問題です。 しかも、10代とはいえ、中高生ともなれば、善悪の判断も十分に可能な年代です。いじめは本当にあったのでしょうか慎重に裏取り調査を進めると、爽やかな笑顔の裏に隠された小室さんの知られざるもう一つの顔が浮かび上がってきました。小室さんが中高時代を過ごした CIS は、その名の通り、体の教育に基づいた私立校です。 1999年に開校した同校では、幼稚園から高校まで一貫教育が受けられ、高校を卒業すると日本のみならず、世界各国の大学の受験資格を得ることができます。JR 大崎駅から徒歩7分ほどのところにあるビルが学び屋で、赤い看板や緑に塗られたカラフルな外壁に異国感が漂います。同校の公式サイトには、英語のプログラムを通じて、話す、聞く、読む力、遂行力、または表現力を伸ばしていきますとあり、 英語教育に力を入れていることがえます。小室さんも小学校までは得意のバイオリンを生かして音楽の道を志していましたが小学5年生の時に参加したインターナショナルスクールのサマースクールを契機に本格的に英語を学ぶことを決意し小学校を卒業した2004年に CIS の門を叩きました都内の他のインターナショナルスクールは保護者も英語を話せることが入学条件になっている学校が多い 英語ができないと保護者と学校側との意思疎通が難しくなるからです。その点 CIS はその条件が緩く、外国人教室のやり取りの際には日本人の事務長が通訳として同席してくれます。小室さんがインターナショナルスクールの中でも CIS を選んだのはこのためかもしれません。帰国史上も多い CIS の中で小室さんの成績は英語スキルは平均的、成績も飛び抜けて優秀というわけではなく、むしろ真ん中くらいだったと言いますが、 教師たちからは特に目をかけられていたと言います。小室さんはいわゆる優等生。授業中も積極的に発言したり、授業後も個人的に質問をしに行ったりしていました。外国人も含めた20人前後のクラスメイトのうち、小室さんがすぐに意気投合したのが A さんという日本人の男子生徒でした。当時、日本人男子生徒は5人の仲良しグループを作っていましたが、その中心人物が A さんと小室さんでした。二人は自宅が近くだったこともあり、 通学の時や放課後に大崎駅前の商業施設に遊びに行く時などいつも一緒でした。A さんはスポーツが得意でクラスのボス的存在で小室さんはいつも傍らにいる補佐役という関係でした。5人組にもう一人 K という名前の男子生徒がいたことから小室さんはイニシャルで KK と呼ばれていました。中学生の頃には少し背伸びしてお台場に遊びに行くこともありました。 そんな時、飲食店などの周辺情報を事前にきっちりリサーチしておくのが小室さんの役割でした。小室さんが一通り説明すると、ボスの A さんらが意見を言い、目的地が決められていました。CIS には部活がないのですが、ある時 A さんがバスケ部やサッカー部を作ろうとした。運動はあまり得意ではない小室さんですが、この時も A さんのサポート役となって後輩に声をかけていました。 13の頃、A さんが監督で実施制作の短い恋愛映画を撮った時には小室さんが主演を務めたこともあります。クラスメイトの前で小学時代に習っていたバイオリンを披露することもありました。ジョークも得意でよく周囲を笑わせていた。当時、小室さんが利用していた SNS には小室さんの人物表として同級生たちからこんな書き込みが残っています。バイオリンがとても上手でギャグは半端じゃない。CIS 切ってのムードメーカー。 バイオリンが得意な優等生、中目や教師からの信頼も厚い人気者。ですがそれは小室さんの表の顔に過ぎませんでした。中学生活が始まってからほどなく、一見静かな時刻が始まりました。小室さんの同級生に内藤春香さんという女子生徒がいました。少し体格が不況和で、大人しそうな生徒でした。A さんや小室さんは、大して話をしたこともない、彼女に嫌がらせをするようになったのです。 ある時、男子5人組の傍らを内藤さんが通り過ぎました。すれ違いざまに小室さんは日本語でこう生やし立てました。あ、豚が通った、ブーブー。内藤さんが椅子に座ると、それに合わせて小室さんがドスンと言い、A さんら男子生徒たちがニヤニヤと笑い合っていることもありました。日本語ができない教師や他の外国人生徒たちがこうした暴言に気づくことはありませんでした。体育の授業ではこんなこともありました。 ある時、二人一組のストレッチで、内藤さんが小室さんと組むことになりました。一人が屈伸をして、一人が背中を押す。こうした動作の後、小室さんは小指を貸しに、手を服の袖で拭くさを見せました。まるで汚いものをうっかり触ってしまったかのように。やがて内藤さんの姿を見ると、男子五人組が近づきたくないというように、わざとらしく距離を取り、避けてみせるようにもなりました。こうしたいじめは、来る日も来る日も必要に続きました。 それどころか、内藤さんが反論してこないことをいいことに、学年が上がることにエスカレートしていったのです。CIS では席順が決まっておらず、授業中は各自が自由に席に着きます。そのため、小室さんや A さんは決まって近くの席に座りました。そんな彼らが授業中に何やら書かれた紙を回し始めたのです。紙には、デブ、ブタ、ブス、こんな単語が書かれていました。 はじめは、回し読みされるだけだったその紙は、やがて見せつけるように内藤さんの机の上に置かれるようになりました。実は、こうしたいじめのターゲットは内藤さんだけではありませんでした。内藤さんには、猫のよう10生徒が2人おり、彼女たちに男子生徒からの頃ない言葉が泣きかけられることもありました。しかし、他の2人は英語が堪能で、成績も優秀でした。そのためか、標的になりやすいのは決まって内藤さんでした。 CIS では授業の一環でプレゼンテーションを行うことがよくあります。一人一人がテーマを決めて画用紙で資料を作り、クラスメイトの前で調べた内容を披露するのです。ですが、内藤さんの発表になると A さんや小村さんは親指を下げるブーイングのポーズをとりました。他のメンバーはそれを見てくすぐすと人かに笑い合っています。その光景は男子生徒たちがなんかあいつ変な英語喋ってるぜと言い合っているかのようでした。高校1年生になる頃には、 小室さんたちに遠慮は全くなくなっていました。外国人生徒や教師に悟られないことに乗じて、彼らは内藤さんに堂々と暴言を浴びせ、嘲笑していました。男子生徒たちにとっては、些細ないたずらに過ぎなかったかもしれませんが、来る日も来る日も続く小さな悪意の積み重ねは、内藤さんの心を確実に蝕んでいきました。高校1年が終わる頃、内藤さんはひっそりと学校を辞めました。 これが取材から浮かび上がった小室さんたちによる演出ないじめの実態です。内藤さんを大学に追い込んだ男子生徒たちはどう考えているのでしょうか仲良し5人組のうち2人、B さんと C さんに話を聞きました。B さんは記者に電話でこうし立てました。事実とは違います。そもそも僕は中学の2年間しかいなかった。だいたい個人情報がどこから漏れているんですかこれはプライバシーの侵害です。 なかったですね。こんなくだらないことでいじめがある、ないと世間に話を出すのは頭がおかしいと思う。小室さんってすっごいいい方なんですよ。優しくて。それなのに悪いことを取り上げてお金が儲かるような記事にしようっておかしくないですか奥様が結婚したいと思えるくらいの人だってことをもう少し考えた方がいいんじゃないですか女の子3人でよくつるんで一緒に仲良くしていたのは覚えています。小室さんをかばう B さんですが、 被害者の内藤さんの話になると極端に口数が少なくなりました。C さんを訪ねるとインターホン越しにこう話しました。事実とこなるなということだけははっきりさせておきます。これ以上のお答えは差し控えさせていただきます。男子生徒たちはいじめを堅ダな,なに否定しました。では、被害者とされる女性はどう捉えていたのでしょうか。取材の末、ついに内藤さんに接触することができました。 当初は取材に応じることを躊躇していた内藤さんですが、男子生徒たちの反論を伝えると、徐々に重い口を開き始めました。彼らはそんな風に言っているんですかでも、小室さんや A さんからのいじめが原因で、学校を退学したことは紛れもない事実です。私は退学した後、2年間ほど引きこもりになりました。家から出るのも怖くなってしまって、私は小室さんに人生を狂わされたと思っています。 一連のいじめ行為について言葉少ないに語る内藤さんですが今でも当時を思い出すのが辛いと言います。引きこもりの期間は毎日泣いていました。でも家の外に出るようになってからは当時のことを忘れるようにしていたんです。それで小室さんのことも頭から消していました。今でも小室さんがテレビに映ると涙が出てくるんです。内藤さんは言葉を絞り出すと記者の前でも涙を溢れさせました。小室さんが 一度でも謝ってくれていたら、最後まで通い続けていたかもしれません。あの時、CIS を辞めていなければ、別の道があったかなと思うこともあります。内藤さんの母親にも話を聞くことができました。母親は当時をこう振り返ります。CIS に入学したのは、英語が勉強したいという娘の立っての希望でした。学校側には、授業料が高いですが大丈夫ですかと言われ、主人にも相談したのですが、主人は娘がのびのび勉強できるところに行かせようと、 最初は楽しそうに通っていた内藤さんですが、しばらくして様子がおかしくなったと言います。通い出して、一学期が終わる頃には元気がなくなって、いつものこの子ではないと感じるようになりました。ただ本人に元気ないねと言っても、あるよと返すばかりだったので、様子を見ていたのですが、高校一年生の終わり頃、内藤さんの頃がついに悲鳴を上げました。やめたいと口にするようになったのです。普段はテキばキと身支度をこなす内藤さんですが、 朝、制服に着替えるのが格段に遅くなり、靴下を履くだけでも一口時間がかかるようになりました。父親も交えて家族会議を重ねましたが、当時の内藤さんは堅くなナにいじめについて口を閉ざしていました。やがて、一家4人が揃う食卓にも顔を出さなくなりました。あまり根掘り葉掘り聞いて追い詰めてしまっては最悪な事態にもなりかねない。思い詰めた腰痛のまな娘に不吉な考えが母親の頭をよぎることさえあったといいます。 見かねた母親はカウンセリングの受診を進めました。最初は娘がカウンセーラーの先生に1対1で話をして2回目は私も一緒に行きました。カウンセーラーの先生からは娘さんに頑張れとか学校に行きなさいと言ってはいけませんと助言をもらいましたが、娘の具体的な相談内容については教えてもらえませんでした。それで退学した後も本当の原因がわからずつまいだったのです。 こうして CIS を退学し、2年間にわたる引きこもり生活を送った内藤さんですが、やがて1年発起して大券を取得し、海外の大学に入学しました。そこで大勢の友人に恵まれ、ようやく元気を取り戻したのだといいます。そんな内藤さんから母がいじめを打ち明けられたのは、マクサの婚約内定の報道がきっかけでした。内藤さんは20代後半になり、伴侶と出会い、幸せな家庭を築いていましたが、それでも傷跡は深かったようです。 この人が私をいじめたんだよと号泣する娘を前にして母親には思い当たることがあったようです。確か娘が中学2年生の頃だったと思います。学期ごとにある三者面談で私が教室前の椅子に娘と並んで座っていた時に一人の男の子が娘に向かってブスと吐き捨てたんです。私は彼の顔を睨みつけました。娘にはあの子ってそういう子なのと聞いたのですが娘は大丈夫大丈夫と。 あれは誰と尋ねると、経験だよという話をしたことがありました。報道で見る小室さんの顔は、あの時の顔と全く変わっていなかった。あの時の子だ、とガテンが言ったのです。もっと早く気づいていたらと、介護の念を口にする母親は声を震わせました。娘が奪われた青春は二度と戻ってきません。親としては、高校を卒業したら ICU や上智大学に進学して、英語を生かした道に進むのかな、と将来を描いていたのです。 でも、娘のそうした善とは断たれてしまった。なのに、小室さんは、自分の荒らしてきた道には見向きもせず、ICU を卒業して、今ではニューヨークのロースクールに通っている。正直、小室さんのことは許せません。B さん、C さんら、男子生徒側の主張と内藤さん母子の訴えは、真っ向から対立します。一連の行為について、専門家はどう考えるのでしょうか。いじめ問題に詳しい、渋谷理事と法律事務所の菅野智子弁護士はこう語ります。 文科省はいじめを一定の人間関係のある者から心理的、物理的な攻撃を受けたことにより精神的な苦痛を感じているものと規定しています。心理的な攻撃には嫌がらせや無視などが挙げられ、今回のケースも完全にいじめに該当します。加害者側は悪いだけのつもりでも被害者は加害者複数人の悪意を一心に受けている。加害者側の想像以上に心に傷を負っているのではないでしょうか 小室さんとモーニングのリーダー格である A さんにも事実関係の確認を求めました。小室さんの代理人の上柴直司弁護士に書面で取材を申し入れましたが回答はありませんでした。A さんにも同様にメールや手紙を送りましたが回答はありませんでした。応対した親族はこう話します。手紙は本人に渡っていますが、こういうのにエネルギーを使うのはちょっとと言っています。内藤さんへの謝罪の言葉を口にする男子生徒はついに一人もいませんでした。 再び内藤さんが言います。当時の私はいじめを受けても自分を責めていました。私は確かに太っているしな、英語も下手だしな、って。だけど、いかに理不尽な集中を受けてきたのか今ならわかります。小室さんたちにも自分のしてきたことの重さを自覚してほしい。そして、きっと小室さんのいい顔しか見てらっしゃらない眞子さまに彼のもう一つの顔を知っていただきたいと思っています。 王室の一員として国民一人一人に心を捨ててきたマさ様は一人の女性の人生を狂わせた小室さんに何を思われるのでしょうか最後にこの記事を私なりに考察していきたいと思います。いじめとは一定の人間関係にあるものから心理的、物理的な攻撃を受けたことにより精神的な苦痛を感じているもの。今回ご紹介している記事の B さん、C さんについても事実とは異なると話しているように、 無意識で行っていることで悪意がなかったのかもしれません。しかし、加害者側がいじめるつもりはなかったと主張していたとしても、被害者側がこれはいじめだと感じている以上、この行動はいじめ以外何者でもありません。もしかしたら B さんや C さんは直接いじめ行為を行っておらず、その行為の監修や傍観者だったのかもしれません。しかし、監修や傍観者もいじめ行為の加害者となるのです。内藤さんが今でも心の傷を抱えているのは事実です。 そのことから A さんや小物 K さんを中心としたいじめ行為があったと考えて間違いないでしょう。当時は意図せず行った行為だったとしても、今その行為を客観的に見れば B さんや C さんにもそれがいじめ行為であったことは明白なはずです。にもかかわらず、今でも小物 K さんをかばうということであれば、当時からいじめ行為と認識して行っていた可能性があります。事実とは異なると話していることや、共犯者である A さんや小物 K さんをかばう言動そのものが自身の保身であり、 無責任で、自己中心的な人物と言えます。類は友を呼ぶ。いじめ行為の加害者とされる小室圭さんを含めた5人は、まずは自身の保身を優先に考える性格なのでしょう。ご自身たちは、我が家のいたりだったと軽く考えているかもしれませんが、情報化時代が進んだ現代では、いじめ行為の加害者が未成年だとしても、社会的制裁を受けてしまいます。引っ越しを余儀なくされたり、就職活動、友達付き合い、そして結婚の際にも影響が出ると言われています。 現代ならではの意識ではありますが、若気の至りはもはや一生背負って生きていく罪なのです。だからこそ、今回の B さんや C さんのように、事実とは異なるなどと簡単に逃げるべきではありません。逃げることで状況はさらに悪化し、自身の印象も悪くなります。場合によっては、言われなきことまで疑われてしまいます。それは、牧様と小室圭さんの結婚問題を見ていれば一目瞭然です。これが現代の情報化社会なのです。 本当にご自身の保身を考えるのであれば、意図しないここではあったとしても、被害者に対して、まずは精一杯の誠意を見せるべきでしょう。その上で、状況が変わらなかったとしても、今以上に状況が悪くなることはないはずです。小野計算のように、人格や人として、資質を疑われることもないと思います。ただ、残念なことに、このような人たちは、プライドが邪魔をして、自身から罪を認めたり、謝罪することができません。 また、そのマシしのの行動を取るなど、問題処理能力の低さも目立ちます。自身ではうまく立ち回っているつもりでも、客観的に見れば、それが見ている人たちを不快にするのです。モルアレルギーのそもそもの原因は、この保身優勢の姿勢も影響していると考えています。本日はここまでです。今後も旬な経済情報を届けていきますので、高評価いただけると動画配信の励みになります。また、通知が届くようにチャンネル登録と合わせてお願いいたします。 ご視聴ありがとうございました。それではまたの機会に。